こんにちは、あやチャンネルのマミーです、子供たち、みんなね、仲良くね、結構交わって遊ぶようになりましたよ。特にね、こう誰と誰が仲良しかっていうと、多分アクアは一番好きなのはノエルのことが好きなのかなと思います。アクアが一番好きなのは、いつもねノエルにベタ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 くっついてます。来ましたね、誰かが、息子が来ましたね。ダイヤはね、誰が一番好きかっていうと、うちの息子のことが大好きなんですね。で、ノエルはうちの息子のことが怖いんです。だから吠えるだけ。で、ルビーはうちの息子のことは自分の、まあ、舌と思ってるというか、友達と思ってるみたいですね。さあ、アクアも草を食べております、ね、一緒に生活すると同じようになってくるんですね。アクア美味しい？今まで食べてなかったでしょ、草なんてね。さあ、ノエルは、昔の鹿さんをカミカミしておりますね。誰か来るかなって見てます。あ、誰かきっと来るのかな。お、ダディが来ましたね。ダディが来ましたね。ダイヤはね、誰もみんな好きなんですね。なのでダディのことも大好きです。ルビーもダディのこと大好きです。アクアも。だけどノエルはダディのことが怖い。逃げる逃げる。ノエル怖いんだよね。マミー以外ダメなんだよね。気になるからずっとダディの方は見てんだけどね。ほら逃げる。みんなはねダディのとこ寄っていくけどね。ダディ朝ごはん食べながら、みんなと、遊んでおりますね。さあ、ノエルはいつもこうやって遠くから見てるんです。近寄れない。あやチャンネル、元保護犬たちの、日々の様子をお送りしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドマークもよろしくお願いします。 See you again! Bye!